ココラコライフ。おいーす。みんな元気にしてるかい？あー、お待たせー。はい。はいはい。はい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 。はい。まだ争いが続いている。みんな喧嘩はしちゃダメだよ。うむ。よし。ちょっと君たちの体調チェックから行ってくるか。餌の前に餌に対する執着は前より上がってるような気がする。ちょっと食べ物の量絞ったんだよね、多分ね。麦の量を減らしてね。でも今のところ健康状態は大丈夫そうです。ん？ちょっと床の感じが固まってきているね。まだ手でほぐせるレベルだけど、話数が増えた影響が出始めるかな。これは水が豊富な時に水をまいてやって、で彼らにかき混ぜさせるっていうのが大事だな。余裕がある時にな、水をなまいておくのがいいのだよ。全然足りないけどね。あちゃー、今もキツネの糞か。湯がぬるいもん。ぬるい水。あれ、もしかしてめっちゃ喉乾いてる。水飲めてなかったやつなのか。そうか。水飲めないのは困るね。この容器汚いから洗ってからでいいかな。すぐ洗うから待ってかな。おり、おり、水飲むぞ。こら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 。おり、これをこれを使いなさい。これをこれ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 。はい、水。なぜそっちの汚い方を飲むんだ。いやいやいや、こっちこっちこっちだって。おり、なぜ汚い方なもんだ。元気になったもんだね。21番イタドリか。iPhone 画質綺麗だけど広角モードがないから、こいつら撮影してるとすごい近寄ってきちゃうんですよね。撮影にならないっちゅうね。ちょっとこいつは匂いが問題になってきてますね。水分含量がね、多すぎるのも問題なんですよね。水分含量が多すぎる場合は、そば殻でももみ殻でも何でもいいんで、水分を抑えてやらないとね。こうなるともうちょっとしょうがないので、そういう時は森のふもとのこういうところの落ち葉や土になっているようなところをちょこっともらっていくとうまくいく場合もあります。もうちょっとなんかふかふかの腐葉土になってるところですね。もうちょっと上行ってくるか。いい土を探しに来たら面白いものを見つけましたね。見
います。マムシの模様をしたアウダイショウのヨーダじゃないですか、これ。早っ。かわいい。はい、おかえり。驚かしてごめんね。そう、これですよ。こういうの、こういうのが欲しかったんですよ。こういうの、こういうのが欲しかったんですよ。この市場金が、市場金がいっぱい。パラダイスですね。これで発酵なんとかしてもらいましょう。こういうのが欲しいんですよ。こういうのが、こういうのがいいんですよ。こういうのが、こういうのが。そんでこの市場金たっぷりの落ち葉や、これよくかき混ぜてやると。まだ水分含量がちょっと多いので、ここら辺の刈った草でカラカラになって乾いたやつを混ぜてやるよ。よし。本当は刻んでやるといいんですけどね、これね。まあ、だいぶマシになったかな。即席で作ったご飯を食べてるんだな。よし、じゃあご飯にするぞ。はいはい。食べてもらおうとするか。ついでにこちら辺の床の発酵もなんとかなるという、一石二鳥の作戦だ。床で発酵して解決してもらう作戦。Thank you.